はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、ガンダムダブルゼータステージ2、ハマーンの黒い影、やっていきたいと思います。ダブルゼータの圧倒的なパワー、それには敵の新型モビルスーツですらかなうことはなかった。でもその力に浮かれていた頃、実は大変なことが起こっていたんだ。エンドラのモビルスーツパイロットグレミートトがリーナを連れ去った。ちくしょう、妹リーナを返せ。いても立ってもいられなかった俺はブライト艦長の制止を振り切って敵艦を追って単独アクシズに潜入した。そして一人の女の子と出会ったんだ。お兄ちゃん。え、お兄ちゃん、私を探しに来たんでしょ。私はエルピープル、よろしく。よろしくったって、君どこかで会ったっけ。悪いけど人違いだよ。俺は急いでんの。またね。ダメ、一緒にいるの。俺は妹を探しに来たの。邪魔するなよ。妹ってもしかしてあの子かな。リーナを知っているのか。いたような気がする。私が連れてってあげるよ。エルピープル、リーナを知っているんだって。なんで俺はプルについていくことにしたんだ。でも着いた場所は大きな宮殿。こんなところにリーナがいるのか。そこで俺はあの人に会った。そう、ジオンの復興を目論むアクシズの黒い影、ハマーン・カーンだ。少年、そこで何をしている。いや、ごめんなさい、俺迷っちゃって。ここ広いもんね。少年、所属を名乗れ。どこだって言ってもわかんないんじゃないかな。スカンナ、その物言いは。やめろ、撃つな。あんた俺の所属が聞きたいんだろ。教えてやるよ。俺の所属はアーガマなの、わかった。待て少年。アーガマだと。結局アクシズから脱出した俺はアーガマに助けられ、そしてアーガマはラビアンローズで補給を受けることになった。どうやらアクシズの艦隊に不穏な動きがあったらしい。それってハマーンを怒らせたから。でもそれは違っていた。ハマーンは地球に向けて大規模な艦隊を発進、地球を占領するつもりなんだ。どうやらハマーンは本当に悪いやつみたい。ジオンの復興のため。いや、これは何としても止めなくちゃ。ハマーンの黒い影。めっちゃおもちゃだすげえ久々に見た気がする。急に降りる前に蹴りをつけてくれって言われてもね。アーガマの手法改装。戦力の補充って言ってもね、どんだけ補充してくれるかだよ。
大気圏離脱の能力ないんだ。え、じゃあ一回降りたらさ、もう二度と宇宙に上がれないの？そうか、グレミーも初陣からここまで活躍するようになったのか。サイコガンダム、少し話がしたい。熱でもあんの？まあ根は真面目ってやつ。まあ鈍感でニュータイプはやってらんないからね。志願兵。エウーゴに正義があると信じています。エルピープル、お前の敵はガンダムだ。ガンダム？そうだ、ガンダムこそお前の倒すべき敵だ。そしてガンダムのパイロットは受動アーシタ。受動アーシタ。受動は私のお兄ちゃん。違う、受動は敵だ。受動は敵、憎むべき相手。目を覚ませ、エルピープル。こうやって洗脳していくのか。あれ、グレミってどこまで出世したの？
バウとキュベレーか。感じる。すぐそばまで来ている。受動アシタ。サダラーンとかレウルーラあたりちょっと作りたいよね。第一戦闘態勢。ああ、ゼータの方が運動性能が高いか。まあダブルゼータの方が新型だからね。相変わらず戦艦がな、オンボロだし。誰だよ今度は。あ、そうそうそう、結局ね、クイーンマンサーに乗せて、そうか、ゼータプラスか。ゼータプラスのまま行こう。グレミーを撃破、柔道がグレミー撃破ね。ミサイルは当たるね。ガザ D。 さてどうしようかな。柔道ここに置いて、ちょっと一旦はこのまま様子を見るか。ダブルゼータ100式マーク2。まあモビルスーツだけ見るとね、ガンダムチームは悪くないけど。まあ、ビームライフルでいいでしょう。悪いけど一気にやらせてもらうよ。くらった。こいつは減ってるから回避して、艦砲射撃。で減ってないやつはしっかり反撃で当てていこう。対空攻撃というかミサイルだな。サンドラにモビルスーツは積んでない。よし、じゃあ倒していこう。まあ Z2 だな。てかなんでこっちウェーブライダーになってるの。え、ウェーブライダーがさ標準だっけ。で支援もやっていこう。レベルを上げていきたいからな。ちなみに Z2 って、うわー全然わからん。レベル3でゼータガンダム。これでだいぶザンジバのエネルギーはなくなりそうだな。でももう一掃しよう。ここは
戦艦にはねエネルギープラス50のオプションパスつけてるんで、ビームガンでいいかな。柔道とかどうしようかな。テンションを上げていくか。ガザ D を倒して。でもねゲットゲージとかも必要ないからね、ゼータガンダムだから。なるべくこっちの経験値にするか。もうなかなか上がらないな。ってかさ3150とか。ヘイズル・アウスラ、まあ、とりあえずこのターンは経験値ため。ジオン中耳勲章、いやーなんか全然まだまだだな。戦艦は戦艦でちょっと進みたかったな。クイーンマンサだなやはり。うわでかクイーンマンサでかいな。メガ粒子砲とかめっちゃ強えなあそうかそうか、俺なんかシューターとかなんかそんなのついてんだよな。まなるべくマジックパワーは上げていきたいからね。そうするとブルーディスティニーだな。ん？ちょっと待って、いいか、大丈夫か、余裕だな。この先が問題だな。9800を当てられるか。ここは艦砲射撃。よし、レベルアップ。ブライトさん、凍傷。ちょっとホワイトベースは前進しよう。グレミー来るかな。あ、来た。これさ、攻撃したら多分死ぬよね。後悔させてやるぞ。いや、こっちのセリフだよ。LP プロどうすっかな。ちょっと減らしておこうと思ったけど無理か。敵は全て排除する。テンションが下がった、かわいそうに。じゃあそうだね、まずはちょっとダブルゼータを出そう。タイミングキャノン結構命中率高いな。逃がさないわよ。強っただ敵も結構強い。このままジュド普通にビームライフルでいいかな。お前がジュドは明日だな。どうして俺の名を。私はグレミートと、お前の妹リーナの後見人でもある。リーナの、リーナをさらったのはお前か。さらったのではない、武骨な兄から引き離したのだ。あの子はいいものを持っている。劣悪な環境のもとには置いておけん。勝手なことばかり言うな。俺の妹だぞ、返せ。これは遊びじゃないんだ、徹底的にやるよ。
もらった。やってくれたな。おお、もしやあれを終えってか。なんかもっと先に進んでおいた方が良かったかな。栄光あるネオジオンの兵士たちよ、かつて我々を暗黒の世界に押しやった者どもは今我々の足元に。愚かなる人間どもに思い知らせる時が来たのだ。今や地中圏は我々ネオジオンのものだと。機は熟した。共に戦おう。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。モビルスーツが展開している。サダラン、あと7ターン。いやー、もっと左に行けばよかったね。まあでも7ターンは結構余裕があるよな。ゲ、後方から新たな敵か。なんで気づかなかった。隕石の影に隠れてきたのか。神だから。手並みを見せてもらおうか。ドライ戦です。さらにアンノウン。ん？なんだこれ。最近ちょっとわからん機体が出てくんな。ガッゾームが、あれこれガッゾームなんだ。見た感じだとわかんなかったな。LP ブルーをどうすっかな。じゃあちょっと100式で突っつくか。ファンネル食らったらめっちゃ食らいそうだけどね。俺だってやるときはやるんだよ。おお、かわした。めっちゃテンション下がってんだ。あれ、なんか乗ってるねこいつ。 60% か、さすがだな。もらったね。かわされたか。じゃあホワイトベースはこっちへ進んで、クイーンマンサ、大型当たるかな。25000、いい感じだ。どうしようかな。マックス3だな。落とす。アムロのレベルもアップ。デルタガンダムにできる。いいな、すげえな。一気にデルタガンダムにできるんだ。かっこいいね、デルタガンダム。でこっちをどうするかだな。ミンドラの中にモビルスーツが入ってるね。ここはじゃあうちの Z2 を当てるか。
こいつらは帰って先へ進もう。艦砲射撃支援が受けられるね。どうだろうな。結構強い。でこれは柔道で倒そう。4800当たるよね。キュベレイ LP ブルか。ブルやめろ。俺がわからないのか。柔道は明日だ。柔道は明日なら私の敵だ。ブル、お前どうしたんだ。これ以上付き合ってらんないね。なろう。何、よーし当たった。ちょいと進むか。いっぱいいるといえばいっぱいいるな。サダラン積んではいないか。来るね。メガビームライフル。おお、そうか、こいつらも来るか。あと6ターン。一回帰ろう。で、クイーンマンサで画像も倒そう。拡散メガデシュ砲15000。悪いが、ここで決着をつけさせてもらうぜ。おお、強い、さすがだ。クイーンマンサ3レベルか。3レベルまで上げればなんかできんね。それはいいな、早くて助かる。ちょっと捕獲していこう。クイーンマンサ一旦中に入れるか。でザンジバルは進めて、どうしようかな。アーガマはちょっとこっちの削り役にするか。回答じゃなくて攻撃。ハイメガ粒子砲。てかさ、1万切ってるんだったら Z2 で普通に倒せると思うんだよね。攻撃力いいね、267か。さらに超強気。あとはエネルギーがどこまで持つかだな。超一撃からの、まあ倒せんなこれ。ここらで幕引きと行こうじゃないか。捕らえた。図に乗るな。図に乗ったわ。その程度の力で何ができる。マジで図に乗ったわこれ。
クホ。やるな。絶痛だけでいいかな。下がろう。やっぱり柔道はちょっと一緒に連れていこう。村官はこれで倒すでしょう。いや、お前は強かった。まさかスーパークリティカルで倒せないとは思わなかったからな。あと1回しか打てない。エネルギーがなくなってしまった。かわすことしかできない。先に戦艦を破壊するか。あと5ターン。スキルアタックバースト使って26000。1回しか撃てないからね。メガビームライフル確実に倒そう。やっぱりエネルギーの絶対量を上げるのは必要だな。24、10何パー ?20 パーいくかいかないかくらい、ちょっと分からんけど。よし、とりあえず捕捉できる位置に入った。あとは積んでるやつは積んでるね。サダランくらいか。積んでないのはサンジパルはちょっと出遅れてるからな。ミサイルが射程に入らない。ここはまずゼータガンダムを出そう。こいつを取っととね、レベル上げたいからね。よし、あーデルタプラスか。デルタプラスもいいね。ただもうこれでゼータはレベル上げなくていいから、ハイパービームライフルのビームカノン、さてそこから、あれマーク3、マーク3ももう大丈夫か。じゃあたまにはパーフェクトガンダムとペアで倒していくか。回避されたマジか。じゃあやっぱりアムロンに任せよう。まあこれだけね攻撃してりゃ 100% じゃなければいつかは外れるからね。ビームキャノン、ハイパービームライフルで倒せるかな。で帰ろう。
あいつが取り残されてるんだ。クイーンマンサーを出すか。こっちはちょっともう一ターンかな。こっちに引っ付いてこう。反撃して。柔道に来たか。クイーンマンサー。メガ粒子砲。よし。完全にエネルギーがない。ユニットエネルギー回復のソーラーパネルだっけ、あれつけよっかな。どこだ、いた、23、10% で14でしょ、で28だから 20% はやっぱ回復してないな。てかどれだこいつか。 15% とかそんなもんか。さて、そうするとまずクイーンマンサは3にしたいから、やっぱケゲチグスつけよう。で、まあ普通のメガリスクでいいでしょう。これでクイーンマンサは OK と。あとスキルなんかある？特にあるよな。ダメージコントロールでエンダーのヒットポイント10にしておこうかな。で、UV クールで倒そう。よし、そうしよう。ダメージコントロール。ダメージセーブで、メガリショート。よし、パーフェクトガンダム。あ、でも200は超えてるか。機動性が若干遅いくらいで。で、先へ進んで捕獲しよう。もうこいつらは普通に。もう邪魔だからね、いると。よし、で、残暑動かして、キューベレー3レベルか。やはりもう1個、もう1個って、もう1レベル上げないとダメだな。6100。よし、早速上がった。こいつも上げていくか。ヘイズル・アウスラーみたいな。こいつマジなんだ。ロングブレードライフル、ヒートブレード、ウィンチキャノン、射程長、エネルギーは結構使うね。まあ一体ずつ倒していくか。ここからサイコマク2。
で、これで全員帰還すれば大丈夫でしょうか。だから最後までも出しとくか。モビルスーツを出さないといけないからね。ユニットレベルアップ。なんだこれ、どういう向きしてんだ。ここら辺に置いとくか。まあ最後は落ちることはないと思うんで、一応自動ワーシター捨てていこう。攻撃だけはしとくか。ビーム砲、あとは回避と食らうね。おお、的がでかいからか。おお、全然ヒットした。あと3ターン。メガビームライフルでこいつを倒す。エンドラを誰で倒すかだな。リゲルグとか全く上がってないな。倒せるかな。そもそもミサイルポットをピンポイントしたとしても1万7000は無理だな。じゃあ一回突っつくか。シャアで突っつくか。で、リゲルフ。ビームライフでいいかな。リゲルグも強いね。240攻撃力あるよ。で、サルベージして、リゲルグってちなみに何になるの？分からん。4レベルか。柔道でちょっと一回サザナを突っ込こう。この船にリーナはいるか。このプレッシャー、あの時の少年か。面白い。アクシズの時の女の声。お前とはまた話したいと思っていた少年。柔道だ。俺は柔道アーシャ。柔道か。なるほど。お前と私は互いに引き合うものがあるようだな。え？我々は敵対する理由など何もないんだ。我々は同じニュータイプなのだからな。さあ、私と一緒に来るのだ。なんだ？何か不思議な感じだ。おかしいな。こいつは敵じゃないのか？おお、めちゃくちゃ食らった。ダメージコントロールの結構で、サザランを落としにかかって、リゲルグ、こいつのレベルを上げよう。経験値ブースト。おお、5レベルまで上がった。めちゃくちゃ上がったな。AP ブースト。バリュート展開。大気圏突入開始します。
あれマーク2とかってさ、大気圏突入能力あんの？柔道とブライトか。虹に乗れなかった男。このブライトってあっちのブライトじゃん。あー、ガンダムに選ばれた少年たちを全員スカウトリストに登録。なるほどね。じゃあ見ていこう。1個空いてるからね、モビルスーツ枠。Z2 からリゼルね。なるほどね。ゼータプラス。リガズイ、バックエポンシステム。リガズイを作っていくか。リゲルグ。ああ、袖付きなんだ。まあ、一応作るか、じゃあ。こいつは3レベルのところだけだな、あとは。で、キュベレマーク2は普通にキュベレに戻して、ちなみにキュベレって、もうこれだけだよな。でヘイズルなんちゃらは、あ、ガブスレーとかね、ここから作れるんだ。でサイコガンダムマーク2も別にもう発展させるあれはないからな。でクイーンマンサ、これ何？あ、クシャトリアか。あ、そりゃそうだよな。よく考えればクイーンマンサからクシャトリア作れるわ。あー、これはマリーダクルスか。じゃあちょっとクシャトリアを作りますかね。あとはガンダムマーク4、これをデルタガンダム、あー、デルタガンダム作りてえなー。でもな、フルアーマーガンダムマーク3、いや、デルタガンダム作ろう。で、デルタプラスか。確かにゼータ系列だもんな。ここはちょっと涙を飲んで普通のゼータプラスを作るか。次なんか地球に降りそうだしね。ゼータプラス作ったはいいけど。こんな感じか。またお金が余ったからな、新しい機体とパイロットとかを雇っていこうかな。捕獲リスト、ガゾームは確保する。ツサも持ってないよね。ガルスジェもいない。ガザ D っていたっけ。あとは解体しよう。でユニットの設計、ガザ C、 ハマン艦専用機か。はい、というところで、じゃあダブルゼータの第2話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。